見てくれませんか、これ。これを、これを、カナダソフェイスを踏み絵にされてんだけど。この顔にピンときたらウサケンまでスパイ容疑あり。ちょっとさ、ここに、ここに貼ってたの、ここに。でもね、でもみんなちょっと聞いて聞いて、これはね、もう分かった、なぜこうなったのか。これはね、つまり僕というもの、カナタソが一体何者なのか伝わってないわけよ。ウサケンもね、あのムーナが誘ってくれて入ったけど、ペコーラ先輩とさ、なんかさ、めちゃめちゃ一緒にマイクラとかしないじゃん、僕。だからさ、なんなんだこいつはって思ってるってことなわけよ。スパイでしょって、当たり前だって、スパイじゃねえから。一体さ、カナタソは何ができるのか、それが広まってない結果がこれなんじゃないのかなって思ってん。あ、そう、あとね、なんかミコ先輩のところでもさ、なんか僕がね、の祀られてるって聞いたんだよな。しけみーこ先輩。ねえ、いきなりあんですけど、ちょっとどういうこと。正しくびだね。魔王様に逆らうとこうなるで、怪盗Kの正体バレバレだね。あー、言われてますね、これさ。あれ、え、ちょっと待って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 、想像以上に知らない建設が、の圧を感じるんだけど、知らない建設が作ってるんじゃねえの、ここはもう。え、待って、天井にも知らない建設貼ってあるよ、見て。あの晒し首もね、ちょっとなんとかしないといけねえな。今日は、ウサケンの方のね、いろいろちょっと僕準備をしていたので、まずさ、僕は、あのね、雇ってよかったカナダソみたいなことをまずアピールするのが一個大事と。で、もう一個は、僕は仲間ですよみたいな。そういうのを、まずはね、ちゃんと届けないといけない。ということで、今日はね、カナダソ、何を作ろうというかというと、じゃじゃん。で、何を作ろうか迷ったわけよ。で、一番最初に思い浮かんだのは、人参。人参だったんだけど、そう、ちょっとね、オトブロックで表現するの結構難しそうだったので、その次に思い浮かんだのが、みんなお待ちかね、ペコラップ準備はできている、ハリアップのペコラップなんだけど、そっちもラップだから音程あるっちゃあるんだけど、分かりづらいかなと思って、そう、みんなにね、ちょっと聞いてほしいのがですね、一体何を用意したかというと、これを聞いてほしい。みんな、この音楽、この BGM、どうですか？聞き覚えがあるんじゃないでしょうか？これ、ペコーラ先輩がマイクラをするときに流れていることの多い BGM ですね。そう、ペコちゃん感出る。いや、そうなの。ペコーラ先輩もね、多分ね、すぐ気づくと思う。あ、これはってなるはず。なので、それをちょっと作っていきたいと思います。これ、設計図とかなくて自分で作ってるからさ、マジでね、ちょっとね、あれなんですけど。で、このね、この BGM の耳コピはもうすでに終えました。配信で耳コピしてたらさ、多分さ、2時間ぐらいかかっちゃうからさ、海外に気が混乱して。マイクラの BGM で流れてる曲、おー、きちゃー。いくよ。
ノットスパイ、あなたに忠誠誓います、バイカナダソウ。あ、これいいじゃん、これ、ね、どうどうどう、え、ノットスパイ、アイムゴリラだマジでさ、ねえ、海外に行け、ガイズ、オーバーシーズ、ブラザーズ、ノット、ノット、アイム、エンゼル、エンゼル。忠誠を誓う証拠あり？な、何これみたいになって降りてみるか。このスイッチを押してガラスの上を走れ。ノットトラップ罠ではありません。あれ、なんか空が泣いてる空が泣いてるぜ。なんでこのタイミングで雨降ってくんの、なんで、なんでこのタイミングで雨降ってくんの。本当に罠ではないのでやってみてね。あ、これだったらもうなんかやろうかなって気持ちになる、なるんじゃない。配信で流してる BGM の音を切ってね。僕の顔写真あったところに、もう一回顔写真貼っとく怒られっかな、ねえ、怒られっかな怒られんかな。また貼ったら、また貼ってるよあいつまた貼って、このスパースパゴリラまた貼ってるよちょっと貼って様子見てみるか。あ、でもここには一個ちょっと戻しといてなんか気づかれないようなところにそっとちょっと貼っとこう。あ、じゃこれ僕、あ、すごいじゃん。ちょ、これ、これじゃあ、ちょっと、カナタさんの顔貼っとくか。よし。カナタルーム？フェンシーベッドレイズ？何？僕の部屋作ってくれた？あ、にゃんにゃんいいんじゃん、にゃんにゃん。あいつ、牢屋作ってんじゃねえよ、マジで。僕はスパイじゃねえから、ほんとに。え、しかも出られなくないか？ねえ、出られないんだけど。スパイ疑惑で。